長井チャンネル。長井市秘書広報室の皆川です。今日は沖多摩障害学習プラザで開催されている長井市民縄跳びチャレンジ大会をリポートします。長井市民を対象としたこの大会は、気軽に取り組める縄跳び運動を通して丈夫な健康づくりと冬期間における運動不足解消を目的として毎年開催されています。個人の部の前跳びと団体の部の大縄跳びの2種目あり、今回は延べ85名の小学生が参加しています。今日の大会に向けて参加者は練習を重ねてきました。特に頑張ったこととかありますか？ロープジャンプは2列でするので、特に足を上げて飛ぶことを頑張りました。保護者の方にも協力していただいたので、やった甲斐がありました。今日までたくさん練習してきた選手たちの競技が見れてとても感激しました。ご視聴いただきありがとうございました。これからも魅力的な長井市をお届けしますので、チャンネル登録お願いします。